ゴールキーパー権田修一、背番号2ディフェンダー徳永雄平、背番号5ディフェンダー加賀源氏、背番号3ディフェンダー森重正人、背番号6ディフェンダー太田光介、背番号7ミッドフィルダー米本武史、背番号8ミッドフィルダー長谷川アーリアジャスール、背番号18ミッドフィルダー石川直樹、背番号31ミッドフィルダー東圭吾、背番号11ミッドフィルダーピン・タダナリ、背番号9フォワード渡辺和真、リザーブのメンバーです。背番号21ゴールキーパー広永隆太郎、背番号16ディフェンダー丸山雄一、背番号26ディフェンダー阿部拓海、背番号4ミッドフィルダー高橋秀人、背番号17ミッドフィルダー塚本宏樹、背番号27ミッドフィルダー田辺壮太、背番号13フォワード平山壮太、監督ラウンド・ポポビッチ、お待たせいたしました。我らがダスカスキューバースターティングメンバーのご紹介です。皆さん、ダスカスキューバに大きな声援をよろしくお願いいたします。内藤圭介、背番号5ディフェンダー中村英之、背番号30ディフェンダー増田重人、背番号26ディフェンダー井上大地、背番号29ディフェンダー多田良介、背番号19ミッドフィルダーファン・ソンス、背番号4ミッドフィルダー小柳達志、背番号18ミッドフィルダー加藤光介、背番号7ミッドフィルダー青木光太、背番号10フォワード東野隆一、背番号11フォワード小林達樹、リザーブメンバーです。背番号22ゴールキーパー北和馬、背番号1尾崎志郎、背番号25ベンチキーパー坂井洋平、背番号秋葉忠宏、そして今日の勝利の勝利、10番サポーター